おだつかちかんぱんぼっていただきまして、どうぞやってきたのよろしくお願いいたします。じゃあですね、ゴールキーパー選手に全振りしたら今回のシュートも止められるんじゃないか説やっていきたいなと思います。前回の動画見ていただいた方ありがとうございました。今回検証してきましたね。バイヤーがねダイバーショという形になりました。まあここで、ね、差が出始めましたので、パラメーターでですね振ってやっていきたいなと思います。で、検証にどうしても時間がかかってしまいますので、1動画1パラメーターみたいな形になっていくのかなと思いますので、まあ今回でどうこうというよりは、これからのね検証につながっていくような結果になっていくかなと思いますので、よろしくお願いいたします。この動画がちょっとでもね役に立ったなと思ったら、高評価チャンネル登録していただけるとすごく励みになりますので、よろしくお願いいたします。はい、検証方法ですね、これは前回と同じところになっていきますが、一応説明をしておきます。ゴールキックをカットして、それをコンカで打っていくという形ですね。ペナルティーアークのところから出ていくという感じになっていきます。シューターはムバッペですね。で、絶好調のムバッペ、ハイフムバッペですね、にしておきます。国代表のムバッペですかね。で、キーパーはですね、オチョワとバイーヤで、身長差はほぼほぼない状態で、攻撃的と守備的のゴールキーパーという形になっていきます。で、調子は普通、チーム戦レベルは100で固定をしていますよという感じですね。能力はこんな感じです。で、左側が前回のオチョワとかね、なってますけども、まあ、ディフレとセンスが、あとジャンプがね、どう影響してくるのかというところが見ものですねと。で、バイヤに関しては、まあ、そんなにね、差はないんですけど、まあ、ジャンプとか、そのあたりですかね。あとは、ゴールキーパー選手がどう影響していくのか見ていきましょう。で、ポジショニングに関しては、オチョ、こんな形になっております。オチョワから見ていきます。ゴールキーパーセンスがボールへの反応が良くなるっていうね表現がちょっとどうなのか。あとジャンプが横跳びに影響しているのかというところですね。はい、ということで見ていただきました。まあ、ジャンプ99の効果出てる感じもしますよね。だいぶ横跳びが、これがだから、まあ、気持ちの問題なのかわかんないですけど、かなり伸びてる気はしますね。ゴールキーパー選手で反応がいいのかは正直微妙なところ。うん、で、ただ相変わらずですね、キャッチは一切しないっていうね、うん、意地でもしない感じなんですけども、今度は黄色を見ていきましょう。はい、見ていただきました。ま、理不尽っぽいセーブもあったような感じはしますかね。これがだからジャンプ力が影響してるのかな。ジャンプ力高い気はしますけどね。で、まあ、ただその一方でですね、なんか簡単に決められちゃうというか、あ、これは入るんだみたいなシーンも何個かあったかな。まあ、どんなに飛んでもですね、キャッチはやっぱりしないという形が起こりましたね。さあ、次はバイヤーですね。ここまで抜群の安定感を見せてきていますが、はい、見ていただきました。まあ安定はしてるけど、前回の方が止めてたかな、そんな感じはします。前回が正直出来すぎだったのかもしれないんですけどね、ちょっとまだ分かんないですが。あとは横跳びの範囲はどうかな、広いのかな、そんな感じもしますけど、まあ、4しかジャンプも変わんないんで、まあ、気のせいかもしんないですかね。ちょっと黄色も見ていきましょう。
あんま止めてない感じはするな。はい、見ていきました。前回ほどはやっぱあんま止めてない感じしますかね。なんか動きが悪いとかそういう感じじゃないんですけど、単純に止められてないなっていう。まあ、ムワッペのシュートが良すぎた可能性もあるんですけどね。まあ、なんだろうね、この違いは。まあ、一応結果見ていきましょう。赤が今回ですね、まあ、オチョアの勝ちみたいな形にはなりましたね。まあ、でもどちらかっていうと、並んだに近いのかな。そんな感じはしましたね。まあ、そう考えるとですね、ここが、まあ、できすぎてた。まあ、シュートが悪かった。で、逆にこっちが良すできなさすぎた。シュートが悪すぎ、良すぎた。可能性もあるし、まあ、このあたりが普通っていうね、可能性もありますかね。まあ、そうなってくると、ゴールキーパーセンスって何みたいなね、話にもなってくるんですけど、まあ、スルーパスとか、その辺の反応の速さだけとかだとしたらクソつまんないし、守備的ゴールキーパーがいることを考えるとですね、あんまりそうでもない気もするんですよね。ゴールキーパーのね、能力の最大値とかだとしたら育成全然変わってくるし、ちょっと話が変わってくるな、という気もしましたかね。まあ、あとは AGB 分析とかダッシュ分析とかとは違ってですね、ランダム性が強い分析ということもね、改めて分かったので、そのあたり皆さんもね、ご承知をしていただければなと思います。まあ、だからこそですね、同じ検証を様々なパターンでやることでちょっとずつ見えてくるかなというところですね。まさに今は私たちはチラリズムにやっているかなと思います。で、ちょっとこれ見ていただきたいんですけど、この外すシーンに左側が落ちる、右側がバイヤーなんですけど、これちょっとね、紐解いていくと面白くて、この蹴る瞬間のシーンのポジショニング、ここはですね、若干前がオチョアで、後ろが、まあ、バイヤー、ここまでは分かってましたよね。で、この後、一歩左に入ってから飛ぶんですけど、オチョアの場合はすぐ飛ばなきゃいけないので、左に一歩小さく。で、バイヤーの場合はまだ時間があるので、大きく左に一歩してるんですよね。なので、この時点でだいぶ、スタートラインの位置っていうんですかね、ペナルティースポットから見ると、だいぶ変わっているということが分かるかなと思います。で、ゴールキーパーの横を通過するときがですね、守備的の方がよりボールに迫っていることはわかるかなと思います。こういうのうまくないですか？こういうの好きなんだよね。共感する人はですね、ぜひ高評価をしていただければなと思いますが、まあこれでどうこうってことではないんですけど、こういった一つ一つですね、を解明していくことでどっかにね、最終的には繋がってくれたらなと思いながら、ちょっと今回も紹介させていただきました。はい、ということで今回結論どうこうではないんですけど、ディフレこれコラプシングとかね、今後ねお任せ育成とかもちょっと見ていきながらやっていきたいなと思います。まあ、差が出なそうだったらですね、検証の本数自体を、まあ、減らして、いろんなパラメーターのパターンとかをね、そういったところを見ていくかもしれないですかね。で、次回に関してはメンテナンス時に出したいなと思いますので、よろしくお願いいたします。今日もしかしたらちょっとショートも上げるかもしれない、しょうもないやつだけど上げるかもしれないですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。年内は3万人を目指しておりますので、この動画が良かったら、この動画が少しでも役に立ったら、高評価チャンネル登録をしていただけるとすごくすごく励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。